この実況を見るときは部屋を暗くして画面に近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました K の大冒険です。それではね、超久しぶりにポケモン剣盾やっていきたいかなと思います。さてと、久しぶりすぎて今どこまで自分が進んでいるのかちょっと思い出すのが困難なところですけれどもね、なんとなく場所は分かっているので早速行っていきましょう。確かなんかもうジムリーダーと戦わなきゃいけなかったと思うんだよね。確かどっかで、どこだっけ、どこだっけ、操作も忘れたな、操作忘れたな。あ、これで自転車か。どこ行くんだっけ、どこ行くんだっけ、確かなんかどっかでもうバトル寸前だったと思うんだよな。うん、そして一応ポケ戦寄っとく。あれ俺何やったんだっけ何をやったんだっけ。ポケモンは今どうなってる？はい、こいつとルカリオ。うん、あの前回動画した時と多分デッキガラッと変わってると思うんだけど、ちょっとプライベートでだいぶやっちゃいまして、はい、だいぶやったと言いながらもあのまあバッチまだ2個かな。うん、バッチ。図鑑じゃない、タウンマップ、どこに行きゃいいんだ。ここ行きたいんだよね、ナックルシティ。もう行けんだっけ、行けないんだっけ。確かどっかの誰かとバトって、もう水のバッチ、水ここだよな、合ってるかな。ピリッとなったらどこで出してるんだっけあれすら忘れてたな。多分ここで合ってると思うんだよね。で、水に効くポケモンいたっけ俺。ちょっと自転車だな。プロフィール。ああ、違った。ここか。ポケモン。草はいねえな。草はいないな。まあ、水はいるんだけどな。あ、でもこいつ嫌切りなんて、あ、なんかあったっけな。まあ、なんか、うん、なんか、まあ、手当たり次第やっていきましょうか。いけるかな？ん？あ、戦ったっけ戦ったっけ。あれ？ってことは？次に行くべき場所はどこだ？どこだろう？どこだろう？あ、こっちじゃない。こっち、あれ？なんか人が多いし、話聞くと見ようかな。あ、船を導く。灯台は今も昔も大事なんだよね。うん、そうだね。大事だね。おー、ガンダッシュ。今思いっきり交通事故したけど。ビン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 。さてと。ちょっとバトルタイムですね。ここ行ける。ほう。あれ？待って。マップを確認したい。このまま行ったら前、だよね、戻るよね。あれ、ここで戦うんだっけ？ここでは使えません。一回帰りますか。あ、違う。よいしょ。タウンマップ。いや、久々すぎてな。なんかバトルんだっけ？ここで。開始早々、もう今5分ぐらい経ってんのかな？わかんないけど。ぐだってますね。うん。まあ、そんなことさておきましてね。サクッといきますか。ガンダッシュー。ポケモンをチャリンコに使うってやばいじゃん。よくよく考えると。奴隷だよな、これ。言っちまうのただの奴隷だよな。ここでいいんかな。で、なんか戦うんじゃなかったっけ？なんか火属性だったっけ？これでいいんだっけ？挑戦します。合ってた。うん。前回の動画見直してくれなかったな。ダサい服装で登場。サッカー選手みたい。お、火でいいんだよね、確かね。うん、完全に火だよね。お。
とりあえず全員蹴散らしていきますか。ポケモン並び替えるか。水属性って言ったら、あの虫さんくらいか。炎ポケモンジムでのジムミッションは、ポケモンを捕まえることで、大きくポイントを稼ぐのです。なんだそれ。5ポイント稼ぐとクリアです。ほう。ちなみにポイントは、草むらにいるポケモンを倒すと1ポイント。捕まえたら2ポイントになります。ほう。ただしポケモンとの勝負には他のトレーナーも一緒です。つまり相手が何をするのか考えつつベストなアクションでポイントを稼ぐのですよ。ほう。よくわからん。ジムミッションスタート。わかんねえ。ほう。雑魚くね。大丈夫？あれ？どういうこと？どういうこと？タック？戦う。あ、こいつドラゴンだったな。どうするかな。波動弾。待てよ。今一つって書いてある。効果あり。効果あり。回数少ないんで。いやー、まあ、いや、あれ？こっちは攻撃できんの？まあいいや、効果あり、こっち。ボダマス。噛みつき攻撃。だいぶ食らってんな、お前。あら、言うこと聞かなかったね。いつも言うこと聞いてくれたのに。どうした？鬼火。やけど落ちちゃったよ。噛みつく攻撃。これ、死んだんじゃね？おぉ。ドラゴンテル、おぉ、撃った撃った。あ、ワンパンなんだ。ワンパンなんだな。やっぱ、あれだな、レベルが超えてるからもう、言うこと聞かないのかな。普通に草むらとか、ね、やったら1ポイント獲得。何？そういう感じ？ぬるゲーじゃないこれ。ロコン？これなんかつまんねえなー。なんかもうちょいなんかね、あってもいいと思うよ。2ポイント。なん倒した方が早いか。ドラゴンテール。ほいぞ。さあどうなる？鬼火。あんま食らわないんじゃない？体当たり。可愛らしいな。体当たり可愛らしいな。ドラゴンテール。おぉ、しっかり打った。ワンパンか。敵は24レベル。まあ、相手にはならないな。経験値にもな。1ポイント獲得。これを繰り返したくないのかな？シャギーン。なんか決めちゃったよ。なんか決めちゃったよ。ワンパンで全部倒しちゃうんだよな。どうすっかな。慣れてほしい。あれか、キャンプやらなきゃあかんか。もらいに当たりね。ほう、なかなか食らってらっしゃるよ。ドラゴンテール、ポン。お、これ捕まえてみるか。バック。もうモンスターボールでいっか、いっぱいあるし。使う。いけ、モンスターボール。ほい。あーぽい。3 2 1 OK。 人持ちか。あと一回戦ったらレベル上がりそうだな。かわいいねこいつ。進化したらかわいさ残ってるのかな。あ、ミスった。お前なんか手持ちに加えるわけないでしょうが。ボックスだな。よし。これで、4ポイント。
襲われるまで草むら走ってるから、あ、いるわ。まあ捕まえた方が早いね、確かにね。まあこれだな。うん、ちょっとポケモン次変えるか。だけどあっち中だな。まあ舐めとくのあるか。素早さ普通に負けてんな。一番最後だもんな。よいしょ、ワンパンかな。お、いや捕まえてもオーバーだしな。倒しますか。ドラゴンテール、よいしょ。ちゃちゃっとボスっていうかジムリーダーと戦わせてほしいところだけどな。うん、ちゃちゃってみたいな。はい、クリアおめでとう、ありがとうございます。さあ次に進んでいきましょう。サムさんのジムミッションをクリアするなんて、なんて熱い。いや全然熱くない、ぬるい。ぬるいぞ。次は炎のジムリーダーカブさんだ、カブさんだ、いくチャレンジャー。この前振りいるか、ぬるげすぎて。ちょっと待ってよ、ポケモン今変えられる。ポケモン変えられる。敵が炎ということは、こいつを入れ替えて、これでいいかな。よし。これでいけんだろ。でーん。整えてる。まあ、整えるの大事だね。なんだったらここら辺に鏡一個欲しいくらいだな。走り方が、走り方がもう年を感じるな、それ。年を感じる走り方だよな。そして歩いてる俺とほぼ変わんねえよな、そのスピード。走ってんだろうけど。若き野郎のね、あの歩きにはね、なんとも言い難いな。ようこそ、僕が炎タイプのジムリーダー、カブだ。草タイプの野郎、水タイプの、ルリナを退け。よくぞここまで来たものだ。うん。どのトレーナーも、どのポケモンも、勝つために、トレーニングしているだろう。だが、戦う相手も同じように努力している。うん。してんのか、お前。勝負の分かれ目は、本番でどれだけ実力を出せるかだ。そうだね。うん。いつでも実力出せるけどな。なんて言ったってゲームですから。ジムリーダーの壁が勝負を仕掛けてきた。仕掛けたの俺なんだけどね。仕掛けたの俺なんだけどね。挑戦者俺なんだけど、投げ方よ。おー、9個じゃん。さてと、こっちも虫なんでね。ちょっと炎は効くと思うんだけどね。まあ水属性があるんだね。滝登り。おにぎり。相手の方が速いんだな。で、で、やけど落ちた、落ちたっちょ。落ちたっちょ。滝登り。よいしょ。まあ向こうのターンが速いだろうけれど、まあ普通の攻撃が当たればワンチャン切る可能性があるんだ。おう、まあまあまあ、ペグッチ、いい感じだね。いけて。やけど、まあ、痛いだろうけど、頑張ってくれ。ポケモンを入れ替えずに行きましょう。ウェンディー。ほー。いいの出してくるね。かわいいね。攻撃力が下がった。素早く出なくて、確かに。指示を待っている。こいつ最後じゃないのね。あ、これ痛い。
あ、痛くないんだ。痛くない。水、あ、うん、余裕じゃね。お、モンスターボール投げたい。モンスターボールを投げたいぞ。そっか、こいつ火全然食らわないんだ。余裕がちじゃないか。これを繰り返せれば勝てるね。うん、余裕がちだね。滝登り何回登るんでしょうか。急上昇、上にないの。さてと、どうせ次あの最後か。お、剣の前、剣の前ってなんだっけ。剣の前ノーマル、戦いの前を激しく踊って、うん、気合を貯める、自分の攻撃をグーンと上げる。なるほど、イランピー。よし、あっちっあっちっジブリーダーの数は、ほうほうほう、買いません。お、これが最後か。何だ。おお、そんな進化になるんだ。へえ。戦う。クライマックス。これで終わりかな。シャキーン。いってらっしゃい。パッカーン。ここまで大きくなったって、思いっきりジム破壊してますけどね。ま、余裕だろう。ま、シチュエーション的には熱いかもしれないな。ワンターンで終わらせたいところだ。こいつ大きくなったらただのドラゴンじゃん。なかなかかっこいいね。でも平べったすぎる。もうちょい丸みがあったっていいんじゃないかと思う。さあどうだ。おお、一撃では決まらない。耐えるね。フォーク抜群なの。デカさん、デカさん。お、なんだなんだなんだ。おお、全然痛くない。全く痛くない。次のターンで貴様は終わりだ。特攻で探すか。やけど痛いな。だがここで終わりだ。グッバイ。新しい時代を築くのは若者なんだ。ま、俺はもう若くねえんだけどなーっと。俺はもう若くねえんだけどな。うん。はい、お疲れ様です。いいバッタルだったよ。ありがとうね。ま、絵柄的には良かったんじゃないかな。イエーイ。こんな膝まずくなって。いいポケモン、いいトレーナーだ。君たちは勝って当然だよ。だって金もらったぜ。4,320円。まあゲームソフト1本くらいは、まあ安いのやつだから中古で買えるかな。うん。ジムチャレンジはじめの、関門と呼ばれるこの株に勝つとは。うん、自分で言うか、お前。僕の念願の経験を君の才能が上回ったな。僕もまだまだ、学ばないとね。うん、ひらがな、難しい。ひらがな並んでると難しい。君たちは間違いなく最高のチームになる。今日は戦えてよかったよ。僕に勝った証として炎のバッジを送ろう。送られた瞬間、いらねえよって手で弾いたらどんだけ悲しいんだろうね。あの、握手するときのさ、手を近づけておいて中指だけ、ま、中に曲げて、あの、はい、無理みたいな、拒否って。子供の頃やってたなぁ。あの、喧嘩とかするでしょ。喧嘩とかしてさ、なんか最後仲直りするときさ、握手するでしょ。そのときにさ、中指立っててさ、あの、握手しないようにするのあるじゃない。あれだ、あの、手をグーにして中指立てるわけじゃないよ。握手するときの手を開いてるときに中指だけ曲げんねん。そうすると握手できないでしょ。中指が邪魔で。で、ね、
てない。鬼火はいらね、あーいやでも使えるっちゃ使えるけれど、まあ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 いらないものではないな。炎セット、それだけの実力があればナックルシティより先まで待つジュムリーダーにも挑まれるでしょう。再びワールドアレアに俺たちナックルシティへ向かうのです。しょうがないな、言ってやるよ。バッジを持っている俺たちならワールドエリアの奥にいる強い強いポケモンも平気だよな。もう捕まえてるで。よし、ワールドエリアに向かうぞ。はーい。はーい、向かいたいと思います。ふんふんふん、ま、こんなもんでしょう。ん？走るね。チャリンコあるのに走るね。 OK、 行くぞ。はいよ。あれ？もうどうしたおっさん。ジムリーダーなのにわざわざ見送り？俺がチャンピオンになるってカブさんにはわかるんだな。ジムバッジを3個も集めら、ん？ 3 個も集められずにジムチャレンジを諦める。トレーナーは数多くいる。嘘だろ。だから僕に勝ったものはみんな見送ることにしているよ。一応ちゃんと肝を据わってんだね。ほう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 、マジでこの、あの水のさ、ジムリーダーマジでタイプ、ギャルっていいよね。ケイニーホップ、おめでとう。カブさんに勝ったのですごいよ。ありがとう。うん、まあそのものだろ。カブさんからジムバッジをもらえるジムチャレンジャーは少ないんだ。嘘だろ。だから応援の意味でみんなで見送りするんだな。なるほどな。ということで君たちに声援を送ろう。ありがとう。それってか、いけいけホップ、やれやれケイ、あざす。顔どうにかなんねえか、それ。君たちを待ち構えるジムリーダーは強者揃いだ。ほう。だが君たちなら勝ち抜けるポケモンを信じて突き進め。うん。はいよ。カブさんたち、サンキュー。いや、そこさ、タッチじゃなくてしっかり名前呼んであげようぜ。二人で決勝戦をするため、俺たちガンガン勝ち続けるぞ。目指すはナックルシティ。頑張ろうぜ、ケイ。はいよ。ほどほどにな。というわけでね、まあ炎のバッジ、ゲットしました。ね、だいぶ遅いね。もうみんな普通にバッジをすべてゲットして、なんだったらもう、ジムリーダーじゃなくてもう、お、あれ？いいの立ってるじゃない。いいの出てるじゃない。ちょっと、あっち、いや、あっち行きたくない。ちょっと、今いいの出てた。いいの出てた。うん。お前の会話なんてどうでもいい。ちょっと飛ばす。お前なんてどうでもいい。ちょっと待って。おい。いいの出てたぞ。珍しいの出てたぞ、今。わかった、わかった、うん、わかった、わかった、なんだ、邪魔やね。うん、話が長いんだよ、畜生。てめえは、あれか、あの、小学生の時にある朝のあの、あれか、朝礼の校長先生の挨拶か、マジで長えぞ。おい、俺は早くゲームがしたいんだ。長えっつうの。やっと終わったよ。そっちじゃねえよ。そっちじゃねえよ。あるか、まだ。あったあったあった。行こう。レッツゴー。あったぞ。久々じゃねえか。ダンダーシュ。いや、あるよね。本当に学校でね、校長先生の話めっちゃ長えのな。で、なんか、ガヤガヤしてるけどさ、やっぱりガヤガヤするじゃない？ね、人間だし、意思疎通するための言葉が、言語があるわけじゃない？それは隣にいたら会話するでしょ。なのにさ、はい、静かになるまで3分経ちましたとか言ってさ、なんかね、あの上から目線で物言うあの校長先生、あい交通事故発生。ごめんね、自転車で引いちゃったね。うん。よくからですよな。ボイボイ？うん。どうすっかなぁ。効果あり、ほい。竹どもに使う場合やってないね。ウィンドウェルボア。オッケー。急所に当たった効果抜群だったか。効果は抜群ではないか。まあ、チャリンコで突っ込んどいてごめんね。うん。追加で竹登りっていうね。うん。
なかなか嫌なやつ。さあ、こいつはなんだ？ん？みんなで挑戦してみる？いや、でも待つのめんどくさいな。水と虫。水と虫か。ポケモン変えようか。水と虫。じゃあちょっとお気に入りのこいつ使おうかな。いや、でもなぁ。こいつで行くか。よいしょ。準備完了！バトルを開始！レッツゴー！はい。さてとどうなるかな。どんな敵なんだろう。誰これ。え、誰これ。しずくも。ちょっとこの実況終わり次第あれだな。Google で調べよう。ググロ。なんだろうこいつ。強いのかな。とりあえずダイマックスで。待て。あ、いや。えい。えい。なんだろう。初めて見たな。新しいポケモンなんだろうな。あら、やったー。このモンスターボールどんだけ軽いんだろうか。ね、あんだけ大きいの。あんな遠くまで投げるからね、この主人公。さあ、怪獣だよ。大きさが全く違うね。でもちょっと欲しいね。こいつどんな進化するんだろう。かっこよくなるのかな。おぉ、一発では死ななかったな。防御力ダウン？あ、攻撃が下がったのか。10万ボルト。おぉ、なるほど。電気が弱点。はい、どーん。で、これちょっとゲットしておきたいので、スーパーボールでも使いますか。はい、いってらっしゃい。さあ、捕まえられるかな。初めて見たよ、こいつ。強いのか弱いのか、もうわからん。伝説なんだろうか、珍しいのかもわからん。さあ、どうだ。1回？ 2 回？ 3 回？来い！よし！行ったね。ゲット。なんとかゲット。こいつ何なんだろう。なんか未知だな、だいぶ。吸血か。まあいいでしょう。星二つ。水と虫。ほぉ。ニックネーム。つけるか。おいま。これで OK。似てるやん。似てるやん。一応ボックスに送っときますかね。ちょっと後々ちょっと調べて、こいつがどう進化して、どれほど強いのかとか。あとリスナーさんがこれ強いよとか言ってくれたら、危ない。危ない、危ない。で、ナックルシティだっけ？ナックルシティだっけ？マップ！ここ？ん？ナックルシティ。あ、ここか。そこまで行かなきゃいけねえんだな、めんどくせえ。じゃ、待てよ。これって、飛べるな。飛べるじゃん。行きましょう。Hey, タクシー !OK! ほー。こっちかな？あれ、しかも晴れてるってことは多分、ルリオ出るんじゃないか？ここじゃないけど、出る場所。ほう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 。ポケモンに当たらないようにめんどくせえからな。ダッシュ。おお、びっくりした、びっくりした。なんだよ。見慣れねえな。雨降ってないか。ここも晴れだったらよかったね。ん、なんだこいつ。プロレスラーみたい。
ドラゴンの顔これ。お。おー、いっぱいいるな。到着。くたばっち、水ばっち、ほのばっち。あなたでしたか。ホップくんは来ませんよ。だってそうですよね。あんな惨めな負け方をすれば、推薦してくれた人に申し訳なくて辞退しますよ。ほら、僕が勝ち得たジムバッジをご覧なさい。リート選手、確かにジムバッジを確認しました。それでは僕は委員長と約束があるので失礼しますよ。だーとさ。ああ、美味しい牛乳、マジで美味しい。うん、マジでうまいな。てか救急車多いな。今日一日だけでもう5、6回通ってるぞ。やっぱ東京は事件が多いね。事件、事故が多いね。人が多いからな。ほう、すごいね、雰囲気出てるね。このお城の雰囲気好きだよ俺。こういうとこ行ってみたいね、一回でもいいからね。まあ存在しないけどね。存在しないけどね。まあ夢でもいいから行ってみたいよね。お、さすがにリート選手、委員長に選ばれたことを忘れずに励んでいるよね。願い星がたくさんあれば委員長を煩わせる悩みが解決するんですよね。いや、私の問題ではなく、ダラル地方の未来のためだよ。それに願い星だけでなく、チャンピオンのように強いポケモントレーナーも、必要さ。お言葉ですが、チャンピオンが推薦したトレーナーの一人、ホップには実力の差を見せつけました。僕ならチャンピオンにも勝ちます。勝ってみせます。いいね、みんなで競い合い、ジムチャレンジを盛り上げてよ。リート選手、あなたのことで、話したいことがあります。ちょっとよろしいかしら。断る。断れないんだね、あれね。なんかこれさ、ガラパンに見えて仕方がないんだよな。ケイ君、話は聞こえてたかね。うん、まあ聞こえてたよ、がっつり。君も知っているように、願い星はダイマックスバンドにも付けられている不思議な石。願い星にはポケモンを巨大化させるだけではない、エネルギーを秘めているんだよ。詳しいことが知りたければスタジアムに行くといいよ。いや、もう今すぐ来るべきだよ。ガラルのエネルギーについて教えるからついてきなさい。なんか命令してみてんな。やめていいかね。はい、ということで、じゃあ、ちょっとね、今回はね、ここら辺で終了にしましょうかね。はい。というわけで、ここら辺で終了していきたいと思います。最後までね、ご視聴いただき誠にありがとうございました。よかったらね、今後もちょこちょこやっていきますんでね、よかったらご視聴の方よろしくお願いいたします。それでは、この実況を最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあねー。